はい、皆さんこんにちは、京都のマサです。今日はね、FC 岐阜の、まあ、SKE、 今日はねスタジアムライブが、ね、まあ、年に1回のスタジアムライブがありまして、まあ、それで来てたんですけどね、まあ、さっきまでねなんかすごい雨だったんですけど、僕はもうスタジアムをね後にして出てきたらなんか雨上がってきましたね。もうなんかカッパ着てたんですけど、ずっとねもうずっと雨だったんですけど、なんか雨上がってきましたね。で今日はね、まあ、重なるステージ1回だけだったんですね。まあまあ、あのスタジアムライブの時は、うん、去年もこうでしたね、1回だけで。でその後すぐねこう試合開始前にまず SKE のステージがあって、で試合のこうハーフタイムでもう1回もう1曲披露するステージがあってっていう、うん、3回出番がね、重なるステージとスタジアムライブが1回で、あとは、うん、ハーフタイムでもう1回という、そういう構成ですね。でまあ私着いたのがね、今日はねちょっと家を出遅れたんで10時ぐらいだったんですね。朝の10時ぐらいに着いたんですけど、まあこの重なるステージが開始する2時間前なんですけどね、まあさすがに雨だからいないだろうと思ってたらね、結構もう50人ぐらいすでにいましたね40、50人はいたと思います。すでに皆さんねすごいですね、こんな雨の中ね、まあ、撮影できるイベントっていうと SKE ではほとんど数少ないですからね、まあ、そういうところにやっぱり、うん、皆さんあれなんですかね、集中というかしてしまうのかなって思いますけどね。まあ現場でねちょうど着いて待機してたら、まあ顔見知りの方が、異端関係で知り合った方なんですけど、まあ、顔見知りの方がね来られてまして、で、まあ、ちょうど隣も空いてたんでね、そこで、まあ、お話もしながらなんかいろいろちょっとかいつまんで食べながらね、お話ししながらお待ちできた、待つことができたんでね、開始まで。そういうのはすごくいいですよね。やっぱりこういう現場で誰もね知り合いがいないとちょっとねじーっと、まあ、特に今日みたいな雨でね、雨で外でずっと、待ち続けなきゃいけなくなりますんでね、まあ、その点ちょっとでもこう、うん、ちょっとお知り合いの方がいるとねすごく、うん、まあ、待ち時間もそんなに苦にはならないんでね。で実際始まってみると、まあ、今回はね、6名だったんですけど、まず太田彩香さんね、もう FC 岐阜応援隊隊長の太田彩香さんで、あと副隊長の伊藤美希さんで、青木理香さん、浅井優香さん、坂本マリンさん、松本千佳子さん、この6名でした。まあ、優香さんとかね、珍しい気がしますね。マリンちゃんもどうだろう、だいぶお久しぶりなんじゃないですかね。まあ、千佳ちゃんもだいぶお久しぶりかもしれないですね、この FC 岐阜の現場はね。
で今回は前回と同じこうボールをなんか引いてその出た番号でこうトークをするようなね内容のものでしたね。それをこう1週半かな、1人ずつ1回引いて、でまだ時間があったんで、あやめろと糸美希とちかこちゃんね3人は2回ずつ回して、で時間が来たんで終了という形ですね。その辺は別動画アップしてるというか、しますんで、そちらの方をねご覧ください。でその後私はね今回スタジアムライブの方は、スタジアムの方ねチケットはスーパーシートがちょっとタイミングがね今回来る日程とかいろいろ調整があって決めかねてたんで、スーパーシートを抑えずに普通の自由席の方でね入ったんですけど、だからちょっと入るとき並んでその席をね、その代わり自分でこう好きな位置に座れるんで下の方に、今回なんか雨でしたんで、皆さんどうしても傘のある傘というか上にね屋根のある高い方の席に皆さん登っていかれてたんで、私はなるべく前の方にと思って、ただ私が出たね下手側の方は1、2、3列目までが、座れなくしてあったんで、それがちょっと痛かったですね。それに気づいた時にはもう、時すでに遅しっていう感じだったんで、そうですね、メイン自由席のこう左手側っていうんですかね、で右手側の席は1列目まで降りていけてたんですよね。ただそれに気づいた時にはもう、反対側の席はもうすでに皆さん座ってたんでね、座って行ってたんで、今更その時点で移動してたらもっと今出たとこの席より悪い席になってしまいますんでね、そこの位置で鑑賞をすることにしたんですけど、今回は SKE が出てきたところになんとテントがありまして、雨のせいで、テントの屋根に透明のビニールみたいなの仕様のテントだったんですけど、これが非常に残念というかね、ちょうどメンバーさんが立って踊ってると、そのテントの中にいるとほとんどのメンバーが顔が蹴られてしまう、テントのそのフレームでという事態でしたね。並び方でこうフォーメーションでどうしてもピラミッド型っていうんですか、トップ頭が、センターの人がこうその位置しかこう映らない、映せない、顔が映せない、立ってるとね、でそれ以外のメンバーはもう映らないというような状況だったんで、非常にこう撮影がしづらかったです。これは多分スーパーシートに座ってる人もそうなってたと思います。私が座ってた4列目とかそんな位置で蹴られてましたから、スーパーシートでも一
1列目2列目の方は多分ある程度こう中にいるメンバーも取れたのかもしれないですけど、もう4列目以降ね、多分10列目とかに座ってる人だともう全然あれじゃないですか、本当に今言ったみたいなセンターの人が前に出てきたタイミングとか、ちょっとねこれはせっかくのこういう現場で、まあ実際僕どうなるのかなと思ってたんですけどね、メンバーの人もしかして濡れながら踊るのかなとかね、まあでも衣装ね、あの新調した衣装ですしね、それを濡らして踊るのかなとか、まあそしたら案の定テントがありました。もうちょっとね、だテントも足の長いテントなら良かったんですよね、タッパがあるテントならそんなに、普通のもういわゆるレンタルのテントみたいなもので、あそこになんか柱の来るところね、ちょっと高さを増しといてもらえばね、せめてなんかもう50センチずつでも上がってたら、撮影はだいぶしやすかったんじゃないかなとは思うんですけど、まあそんな撮影をするための配慮なんてしてくれてない、して、しないですよね。基本的に見て楽しむとかそういうものでしかないでしょうからね、まあだからテントの天井が透明のビニールになってましたけど、そんな状態で撮影なんかできるわけないですしね、まあちょっとまあこればかりは雨の中ね、そんな濡れて衣装が汚れてとか、まあメンバーが風邪ひいてとか、そんなことになってもいけませんしね、まあこればかりはしょうがないですよね。で次のハーフタイムまでちょっと時間があったんで、もう濡れるので、まあ、席はちょっと移動して、でさっきのこう上手側の方が下の方まで降りていけるの で上手側の方でなんとかいい席ないかなと思って、まあ、そしたら2列目のところが空いてたんで、まあ、そこに荷物とりあえずちょっと置いて、でまああの試合の観戦はもう上のね屋根のある方からちょっと見ながら、で試合が、その前半戦途中でね、まあその、撮影しやすそうな位置に降りて、まあ2列目だったんで、まあそこならテントがあってもなんとかね、なるかなとか思ったんですけど、まあ、今回そのハーフタイムの時はなんと今度はテントがなしでしたなしで、まあ、これ小学校の子たちと仲間よっていう歌を披露してたんで、まあ、それでだと思うんですけど、まあ、大勢のこう小学生たちも出てきて、そこに SKE のメンバー6人出てきてやってたんですね。で、まあSKE のメンバーはカッパをね着て出てきましたね。まあそれもみんな最初は頭ほっかむりもかぶった状態で出てきてたんで、まあ、途中からそれを皆さんねこう外していったりしてくれましたけど、まあなかなかね今回はちょっとその
特にスタジアムの方は撮影には非常にこう、障害の大きかった、まあ雨のせいなんですけどね、全ては雨のせいですけど、まあ、ちょっとそういうイベントになってしまいましたね。まあ、今回ね私は、浅井優香ちゃんをちょっと中心に、なるべくこう撮ってあげたいなと思ってたんですけど、まあなかなかねそのテントの時とかは本当前に出てきたメンバーしか撮れなくて本当苦労しましたね。で踊ってる動きもね、誰が出てくるかがちょっとね分かりづらいのでね、で皆さんあれでしたね、メンバーの方もしゃがんだり、その中腰っていうんですか、まあお顔が蹴られてしまうのが、まあメンバーの方も分かる、まあ分かりますわね、自分たち踊ってて視線に入ってこないかったと思うんですよ。多分スーパーシートをせっかく座ってるねカメラ持ってる人たくさんいるのに、多分最前1列目2列目ぐらいしか多分まともには映せてないと思うんでね、まあそういうのも分かってて多分ちょっとフロントの方に出てきた子はしゃがんだり、中腰になったりとかして、こうなるべくこう皆さんにこうお顔が見えるように、それは、松本千佳子さんとかね、よくやっぱりベテランだけあってそういうところは気が利くというか、やってましたね。まあ、そんなこんなでねこうもう雨に打たれながらも楽しむことがまあできた、イベントでしたね。まあまたねこれらの模様をぜひね動画にあげますんでご視聴いただけたらと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。